百年青春、下月俊の主張、僕の青春が君に届きますように。青春、青い春、人生の春。もともと陰陽五行思想において、春は15歳から29歳の頃を表しているのだけれど、そこから転じて青春は主に青年時代を示す言葉になったようだよ。日本だと夏目漱石が三四郎の中で、考えるには青春の血があまりにも若すぎるという表現をしていてね、それが現代に至るまでの青春のイメージを定着させたという見方もあるみたい。青春、その言葉の響きが心を揺らす。輝き、一途さ、焦り、葛藤、エトセトラエトセトラ。必ずしもいい思い出ばかりでなくて、胸がうずくという人もいるかもしれない。頭を抱えて叫びたくなるような恥ずかしさがこみ上げる人もいるかもしれない。無味乾燥、今まで青春なんて言える日々はなかったという人もいるかもね。人によって印象は違えど、大多数の人の共通認識として青春イコール学生時代となることが多いんじゃないかな。けれど僕の場合は違うんだ。学生であった頃にも楽しかったこと、夢中になったことはあったけれど、それよりも鮮やかで濃厚な時間がプロセラルムの下月俊には多すぎるからだろうね。今ここで過ごす日々が僕にとっての青春なんだろう。毎日違うことをする、毎日違う人と会う、個性的で魅力的な人たちに囲まれながら刺激をもらったり与えたり、ひとところにとどまるわけでもなく、いろいろな場所で活動をする。そんな変化に富んだ生活は僕にぴったりだったみたいだ。飽きる暇もない時間が流れていく。デビューしてからここまでは本当にあっという間のことで。